ラッテルスドルーフはドイツ連邦共和国バイエルン州オーバーフランケン行政管区のバンベルク郡に属する市場長。ラッテルスドルーフはオーバーフランケン西部に位置する。この町は公式には13の地区からなる。このうち孤立農場などを除く集落を以下に列記する。2番目に大きな地区はエービングである。1803年の世俗化まで、 ラッテルスドルフの領主はベネディクト会のミヒエルスベルク修道院であった。ミヒエルスベルク修道院はバンベルク司教本部に属する修道院であった。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降はバイエルン領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令によって現在の自治体が形成された。 この地域の人口は、1970年、3413人、1987年、3987人、2000年、4566人であった。2005年5月の、この市場庁の人口は4618人である。ラッテルスドルフには、エービングのシュバンネンブロ年ヘイフェンのエントレス醸造所、ミュールスバッハのゾンネ年ンブロイ、 黒いデネックのフィッシャー醸造所と四つのビール醸造所がある。銀色の背景。緑の大地の上に、消灯と青い屋根を持つ赤い境界が描かれる。その傍らに、緑の針葉樹。右上の円から黒い十字架を握った黒い袖の服を着た腕が出ている。ありがとうございます。